え、むぎちゃんはさ、うん、初めて会った頃はどう思ってる？私のこと。初めて会った時か。あ、会った時っていうか、うん、お話しした時。覚えてないや。え？私は覚えてるよ。え、なんか、うん、あ、なんかトガビトと先に話してたから、むぎちゃんが、うん、たまちゃんが、あ、そう、なんか、そうだ、なるほどねって、だって喋ってるの聞いて、あ、へえ、そんな感じの、なんか、子なんですねって思って、いや、あ、そんな感じって何？何にも思ってないよ。嘘っぽ、嘘っぽ。え、なんで、嘘っぽ。え、じゃあなんだろう、へえみたいな。へえって何？あ、なんか音質悪いなあ、音質悪いなって思ってた。いや、でも私も初めてむぎちゃんと喋った時は待って、悪口出したよ。え、違うよ、違うよ、うん、これ悪口じゃなくて素直な感想なんだけど、うんうん、なんか性格悪そうだなって思った。それはさっきも聞いたよ、なんかむぎの声小さいらしい。そうなの、いつものことじゃん。なんかつまみ、人にしてつまみ、つまみって何？スタスタスタ。っていうか私たちの出会い覚えてる？忘れちゃった。なんで初めてコラボしたのかさ。ガチで忘れた。あれだよ、なんかその時さ、うん、なんか2期生同士でコラボするっていうさ、うん、のがなんかちょっとずつさ始まってきてさ、うん、で、むぎちゃんはディジちゃんと2人でコラボしようと思ったら、かざきちゃんだっけ、うんうん、かいちごちゃんだっけ、どっちだっけ、うんうん、と先になんか2人でコラボしたから、うんうん、ゆうひりにちゃんの初めての2人のコラボを、うん、他人に取られちゃったから、うん、私もふみのたまきちゃんの初めてのコラボを取るって言って、私にね、そんなのっ誘ってきたんだよ。本当だよ、これ本当にあった怖い話だから。いや、怖いよ、本当だよ、怖いよ、自分が怖いよ、3年前の自分が怖いよ。そんな誘い方されたからさ、本当、そう、だから嫌なやつでずっと思ってたからね。本当に嫌なやつじゃん。めっちゃ嫌なやつじゃん。え、友達でいてくれてありがとう。そうだけどね、なんか喋ったら、え、マジそれ、そう、でも喋ったら楽しかったかな、まあ、誘ってくれて別に良かったかなと思ったよ。いや、やば、そうだよ、怖っ。やば、メンヘラじゃん、メンヘラじゃん。そう、でもその時からリリちゃんのことを狙ってたってことなんだね。いや、もうずっとチッチのことが好きですね。